はいどうも、今回は古川です。今回は明治安田生命 J1 リーグ川崎フロンターレ対柏レイソルの試合を振り返っていきたいと思います。で、まあ、まず、今回から観客が5000人以下入れるようになりました。まあ、これはね、やっぱまずまた一歩進んだのかなと思いますし、これからどんどん増えていくことができれば本当にね幸いだと思います。はい。で、まあ、結果から言いますと、まあ、川崎フロンターレが3対1で柏レイソルを破るという試合になりました。で、まあ、スターティングメンバーはこの11人で、前節からは左サイドバック上里から車屋で、アンカーの位置に田中碧から森田で、大島の位置に下田が入るという、まあ、システムは変わらず選手を3人変えたっていう形でした。で、まあ前半からフロンターレを押し込んでいて、まあ、いつ点取れてもおかしくないような流れで進んでいって、で前半の40分に右からのコーナーキックにディフェンスが相手のディフェンダーが触っニアで触ってファーで待ってた家長が押し込むっていう得点シーンでした。で、2点目が前半の16分にこのジェジェ選手が、まあ、筋肉系なのかもしれないんですけど怪我で交代して、そうですね、並び自体はジェジェウいなくなって、こっちに谷口が入って、左に車屋で、で左サイドバックに上りだとが起用されて、で上り里の高い位置のカットから家長がボール持って右足でシュートして決めるっていう。で、やっぱ1点目家長昨シーズン得点なかったんで、もう相当久々の得点で、それがやっぱ今までね、チャンスあっても結構シュートね、昨シーズンもそうですけど止められたり外したりしてて、逆にねヘディングでやっぱね難しいこと考えずに当てて決めるっていう、逆にそういう得点、そういうチャンスがあって決めれたってのが大きいのかもしれないですね。やっぱ2点目も全然肩に力入らず、本当右足でスッて振って、うまいこと決まったっていう感じだったんで、本当1点目が家長をいろんな呪縛から解き放ってくれたかなと思います。はい。で、3点目は後半ですけど、後半の9分に52分に、後半7分ですね、レアンドロ・ダミアンと脇坂のコーナーキックにレアンドロ・ダミアンがニアで当ててヘディングしてゴールと。ここまでは本当素晴らしい流れで、完全にフロンターレのペースで試合進んでたんですけど、ちょっと戻りますけど、ハーフタイムに
レイソルが3枚変えて、やっぱ一番でかかったのはオルンガからゴヤにフォワード入れ替えたことがやっぱ一番大きかったかなと。まあもちろんオルンガ選手はスピードもあるし、であの体格なんで、もちろん怖い選手なのは間違いないんですけど、献身的に守備するタイプでもないし、で、体あんま張ってなかったイメージが僕はあって、まあ、正直裏にさえ抜けさせなければ怖くないかなとこの前の試合は思いました。で、まあ、ここのセンターバック、まあ、谷口とジェジュ、谷口と車屋が本当に集中して、2枚でオルンガ見て止めてたので、前半は全然破綻なく終えられたんですけど、ゴヤ選手が入って、まあ、かなりしっかりと守備も追ってたんで、まあ、前半はこの谷口車やこのセンターバックがかなり余裕持ってボール球出しできてたんですけど、後半ゴヤ選手に入ったことによってちょっとね窮屈になって、でゴヤ選手がスイッチでレイソルの守備もやっぱ連動し始めたんで、3点目早い時間帯に取れたんですけど、やっぱそれからがちょっと、まあ、特に、3点目取った4分後に左サイド崩されて失点するんですけど、そっからちょっとバタバタして本当に2点目取られてもおかしくないようなバタバタはちょっとあったので、そこの修正は、やっぱ必要かなとは思いました。で、まあ、3点目取った後に1点返されるんですけど、まあ、ここ中央から山根のサイドにうまく展開されて、で三つ丸選手、この選手もハーフタイムから、ハーフタイム終わって後半から投入された選手なんですけど、この選手がすごいキーパーとディフェンスの間を狙ったクロス、低いクロス上げられて、今江坂選手に下田選手ついていききれず、マニアで、まあ結果的に江坂選手触れなかったんですけど、いたことによってブラインドになって、まあみんな触れずファーサイドに詰めていたゴヤ選手が押し込むっていう形だったんですけど、まあもちろんレイソルの選手、レイソルの攻めがやっぱ素晴らしかったのはあるんですけど、まあ、中央は結構ぽっかり空いちゃって、相手の選手がフリーになっちゃったんで、そこまず、フィルターかけれれば多分ああいう展開にはならなかったんですけど、ちょっとね、サボったって言い方が正しいか分かんないですけど、まあ、3-0 になってちょっと緩んだ部分があって、まあ、結果的に1点取られてしまったんですけど、まあ、ちょっとね取られたすぐ直後はちょっとバタバタしてたんですけど、まあ、脇坂に変えて大島入れて家永に変えて旗手入れて、まあ大島でねちょっとゲームがちょっと落ち着いたんですけど、やっぱ家永が外れるとため作れる選手が本当いなくなっちゃって、まあ本当なんだろう、今年のフロンターレの、まあ、特に中断明けの
後半によく見られる、なかなかボール持てなくなって、まあね、もちろん点差ついてるんで無理にサイドバックも上がんないし、まあ、ここも割とセーフティーなプレーになっちゃうんで、まあある意味しょうがないんですけど、もう一個ね安定させるにはやっぱり家長、まあ、もちろん中村健吾選手と小林雄選手がいないっていうのは戻ってくれば解決するかもしれないですけど、やっぱそこはねちょっと気になったところかなと。やっぱ3この3連戦3連勝したんですけど、そこがやっぱちょっと気になったところだと思います。やっぱ後半3試合とも後半やっぱ押し込まれるシーンが目立ったので、うん、そこをね、まあ、リードして迎えられてるからこそだと思うんですけど、もうちょっとボール持って相手を動かすことができればもっと楽なね試合になると思うんで、そこをね、まあ、もちろん夏場なんでねしょうがない部分はあるんですけど、勝てばいいんですけどね当然。ただやっぱ安定させるにはそこが重要かなと思いました。はい、で結果的には3連勝、3連戦を3連勝で終えられたんで、素晴らしいとしか言いようがないですし、特にこの長谷川選手はキレッキレでね、この試合もどんどん仕掛けていく選手、やっぱ見てて楽しいですよね。はい、であとはやっぱりこの下田選手、大島選手の代わりに出たんですけど、やっぱ当然大島は上手いし、逆取ったりしたり相手の逆を取るのが本当に上手い選手だし、テクニックレベルも本当に高い選手なんですけど、まあ、下田選手もやっぱりそこに負けてないぐらいテクニックあるし、で大島と違うのはやっぱり走れる、上下動をしたり、やっぱいろんなところに走ることができる走力っていうのは大島にないものなんで、であとは長いフィード、逆サイドレンジのフィードとかも結構出してくれてたんで、やっぱ改めてね素晴らしい選手だなと感じました。はい、で次はまた1週間、またっていうか1週間空いて、1週間しっかり休んで、また土曜日に横浜 FC と試合があるので、まあ横浜 FC もやっぱり調子いいですし、侮れない相手なんで気を引き締めて勝利することを願っています。はい、今回以上になります。最後まで見ていただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。